どうも音符の数だけ抱きしめて西村ひろちょよろしくお願いします。今回はサックスのここの部分、マウスピースに関する動画です。サックスのマウスピースは材料や形が変わることで吹奏感、吹き心地や音色が変わります。今回は3種類のマウスピースを比べてみようと思います。まず紹介するマウスピースはこちら、柳沢のメタルです。こちらのマウスピース材質は金属でできているため音色は硬くてパワフルなサウンドになります。メタルの中でも初心者の方やもともと吹奏楽をやっていた方なんかでも非常に演奏しやすいマウスピースになっています。続いて紹介するマウスピースはこちらです。メイヤーのマウスピースです。こちらのマウスピース材質はエボナイトと呼ばれるものでゴムやプラスチックを混ぜてできています。このメイヤーのマウスピースはジャズでは定番のマウスピースです。アーティキュレーションもつけやすくて低音域から高音域のバランスも非常にいいです。音色自体はオーソドックスなものになってます。そして最後に紹介するマウスピースはこちら、バンドレンのマウスピースです。こちらのマウスピース材質は先ほどのメイヤーと一緒でエボナイトでできています。ジャンルでいうとクラシックや吹奏楽に向いています。柔らかくて綺麗なサウンドが特徴です。それでは早速比べていきたいと思います。まずは A と B2 つの動画を聞き比べてみてください。それぞれの動画がどのマウスピースを使って演奏しているか皆さん考えてみてください。ちなみにどの動画も全て同じリードを使用しています。それとですね、動画内にノイズや音声の乱れが多少ありますがその辺は許して。それでは A と B の動画比べてみてください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。早速正解発表に行きたいと思います。まず A の動画で使用したマウスピースはこちら、柳沢のメタルのマウスピースでした。そして B の動画で使用したマウスピースはこちら、柳沢のメタルのマウスピースでした。ちょいと意地悪でしたかね。それでは続いてもう2つ動画を比べていただきたいと思います。次は C と D の動画を見ていただきたいと思います。それぞれどのマウスピースを使っているか当ててみてください。さあ、今度は分かりましたか？それでは正解発表です。まず、C の動画で使用したマウスピースは、こちら、バンドレンのマウスピースです。そして、D の動画で使用したマウスピースも、バンドレンです。それでは、残りの動画、E と F の動画も比べてみてください。
はい、こちらの E と F の動画両方ともレイヤーのマウスピースを使っています。というわけで、同じマウスピースを使った異なる音色の演奏動画、これを3種類見ていただきました。ではなぜ同じマウスピースで違う音色になるのか、それは吹き方を変えているからです。今回はそれぞれ同じマウスピースを使ってロックやフュージョン系の吹き方、そしてクラシックや吹奏楽系の吹き方、この2種類の吹き方で演奏してみました。まずクラシックや吹奏楽系の吹き方は、下唇を多めに巻きます。アンブッシュは口の形は上下左右均等にしっかりマウスピースを加えます。そして口の中や喉を広げて息を出すことで柔らかくて綺麗な音色を出しています。それに対してロックやフュージョン系の吹き方は、下唇はあまり巻き込みません。アンブッシュは口の形も音程が半音近く下がっちゃうんじゃないかなというぐらいゆるゆるな状態です。そして口の中もあまり広げず、腹筋でしっかり支えて速い息を出すことでエッジの効いたサウンドを出しています。あんまり違いが分かんなかったなっていう方は、おそらく僕の実力不足です、すいません。こういう風にですね、吹き方を変えるだけで同じセッティングでも全然違う音が出せるんです。今回の吹き比べ動画を通じて僕が言いたいこと、確かにマウスピースを変えることで音色は変わります。ただし一番大事なのは、自分がどういう音色を出したいかということ。マウスピースはそれを手助けしてくれる道具の一部ですよということです。僕自身もともと高校で吹奏楽をやっていて、で途中からフュージョンに興味を持ちました。そしてメタルのマウスピースを使ってみたら、音色は変わったんですが、なんかしっくりこなかったんですね。それはフュージョンの吹き方を知らなかったからです。サックスはすごく表現力が豊かな楽器で、ジャンルごとに全然違う音色を出すことができます。自分の理想の音を出すためのマウスピース選びはとても大事です。ただそれと同じぐらい吹き方も大事なんですよ、ということをこの動画を通じてお伝えしたいと思いました。今回はマウスピースだけを変えて吹き比べしてみましたが、リードも変えることでまた音色が変わります。今後新しいマウスピースを買おうとしている方、もしくは新しいジャンルに挑戦してみたいという方、ぜひこの動画を参考にしてみてください。最後に聞き比べていただいた A から F までの動画をまとめておきますので、改めて聞いてみてください。というわけで、以上西村ひろちょでした。また夢の中でお会いしましょう。
まあ今回の動画を恋愛で例えるなら、自分の好きという気持ちを相手に伝えたい。そのためにはメールや LINE を打つか、手紙を書くか、直接言葉で伝えるか、いろんな方法はあるけど、大事なのは自分の気持ち、自分の素直な気持ちを相手に伝えるためにどういう表現方法を取ったらいいか、あなたにぴったりな方法を選んでみてください。そういうこと。